ディズニー公式チャンネルから、はい、来ました、皆さん。ということで、まあ、ちょっと早速、確認しましょうか。シーズン最速プレイは11分32秒からということで、音なしで確認していきましょう。補正値と発動数確認していきたいと思います。11分32秒。この辺からですね。フルアイテムでやっております。さあ。発動数確認しよう。5、8。めっちゃ軽いやん、スキル。そうでもない。14か5だ。多分8、5。うわ、ここ何個消した？ 8 個。これ多分11個かな。11個か、11、12、13。多分14じゃない？多分14。多分発動数14っぽい。軽いやん。で、あ、なんかボムが、あ、ごめんなさい。発動数14で結構軽そうなんだけど、これ残ったボムが縦召喚になるっぽいっすね。どうやら。そんな感じじゃない。あ、違うんか。あれ？ちょっとわかんないぞ。飛ばされてるんか。このさ、タイムボムってさ、これ、ボム残したやつが変化するんや、これ。そういう仕様らしい。で、これ、今さ、31消去しました。31消去しました。こっちに行きますけど、31消去しました。発動、消去前が69コイン。消去後のコイン枚数は ?279。お、補正なし。いいやん。補正ないのは熱い。で、このさ、縦消去になるのが、これさ、ねえ、ワンチャン天井高ければマジで強いと思う。それ次第ですね。天井高ければマジで強いぞ、これ。エースは。そんな感じですね。ちなみにさ、このボムのゲージ範囲どうか見てみようか。死にそう。ボムでのスキルゲージの範囲を見たい、俺は。いや、ちょっと早いな。ちょっと早い。ちょっと遅い。1、2、3、4、5、6、7個ぐらいかな。8個消してるかな。8個消してるっぽいっすね。あ、画面戻してない。ごめんなさい。画面戻して、これボムでの、咳が止まんね。8個ぐらい消してる。1、2、3、4、5、6、7。8個消して、あ！ええやん。スキルゲージの範囲もマイナス入ってないっす。マイナス入ってないっす。ワンチャン強いぞ。エース、マジで。マイナスなしで、しかもスキルゲージのマイナスもないんで、ワンチャン強いわ、これ。普通のボムがどうかって感じですね。ちょっとデュース確認しましょう。デュースは、ここからですけど、いや、ボムかよ。6、いや、これ、咳が止まんね。6の9っすね。9。あ、思ったより重いな。9でこれなんで、発動数16ぐらいじゃない？ボム使うなよ。9、10、11、12、13、14。いや、わかんねえ、これ。多分15か16なんだけど、まあ、ちょっとわからんな。多分15か16で。って感じだけど、あ、これ次発動数じゃなくて、補正見よう、補正。223から始まって、ちょっと待って。22消去にするんか。22消去で、どれぐらいコインが入ったのかを、321。あ、これは、青青マイナス補正やっぱ入るか、こっちは。すぐ発動しちゃうからさ、とりあえず今マイナス22消去でマイナス 16% 入ってる。多分マイナス 10% ぐらい入ると思う。ちょっと消去数多いので見たいね。これで見よう、これで見よう。お前、点すな点すなちょっと、積む落ち切ってから使おう。天井低いのは分かったのは嬉しいけど、積む落ち着いてから、積む、落ち切ってから。これどう？いや、ニュースはちょっと微妙かもね。やっぱエースが一番強いっぽいね。もうちょっとツも落ち切ってから行きたいよ。俺28とかやもんな。なんでチェーンするねんなんでチェーンするねん。これ。なんでチェーンするねんなんでチェーンするねん。チェーンしなくていいよ。もう、落ち着こう。あ、ごめん。画面切り替わってなかった。ごめんなさい。画面ごめんなさい。また。あ、これいいっす。これいいっす。これいいっす。ごめんなさい。全然画面映せなくて申し訳ない。1613。これ多分いけてると思う。チェーンしてるんですよ。基本的に。いや、消去数少ないな、やっぱ。ボムあったとしても32さ、少なくない？うん、まあやっぱマイナス 12% とか入ってますね。今、マイナス 13% 入ってます。はい。っていう感じですね。発動数が15、16ぐらい。多分15っぽい。発動数15で消去数少なくてマイナス補正がこれだと多分ラーヤより弱い説がね、あります。ワンチャン。それが残念でしょうがない。ただこの人さ、ちょっとツムを落ち切ってから使おう。本当の消去数全然わからんね。ほらもったいないのな。チェーンしちゃってるからさ、本来の消去数を味わえてないよ、この人。岡本さん。岡本さん。ちょっと焦りすぎですよ、岡本さん。もう一回プレイするんかな？しねえんか。岡本さん。岡本さん。なし。特に他に情報はないんで、まあ以上かなと思うんだけど、ちょっとすみません、画面全然映ってなかったんだけど、岡本さんがですね、まあ何をしてたかっていうと、大体スキル発動をする前にチェーンしちゃったりとか、そういうのがあってですね、消去が大体30以下になっちゃってるんですよ。で、今見た感じだと、一番出たのが32消去ぐらいだったんですけど、まあ、補正値はもうマイナス12、13% 入るという感じですね。まあ、デュースはね、マジでそんな強くないと思う。ラーヤ以下の可能性がない。常駐のラーヤ超えてこないのはちょっと悲しいな。っていう感じです。まあ、ただデュースじゃなくてエースはね、ワンチャンマジであるんで、はい。まあ、そこは楽しみですね。はい。そんな感じです。